はい、2021年5月の10日月曜日、銀歯とめぐるん、生まれてから今日で11日目。もうこんなに羽が、はい、ほい、何ですか、お腹すきましたか、よいしょ、ぐるぐる、回しもしっかりね。はい、でひよこちゃんとの大きさ比較もう全然大きい。この一日の成長の速さ本当にびっくり。よいしょ、めぐるん、お目目がね、もうだいぶ眼球がね、ちゃんと、うん、黒目が分かるようになってきましたね。もうすごいドアップでしょね。めぐるん、これが狂ってしますね。はい、昨日と比べて羽根こんなにすっかり鳥になりましたね。そしてこの内側のね、ふわふわもこんなに、でもまだ内側は肌感ぼ、はい、でもこの肌感ぼ部分もほら、昨日まではね全然なかったのにね、もうこんなに内側にも生えてきてます。そしてもうめっちゃね動き回るようになったからね。でもう親たちも保温してないですね。おひなちゃん一人で過ごすことが多くなりました。めぐるん、はい、尻尾もこんなにおばねね、これがどん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 長く成長していきます。そして背中もほら、うん、ほとんど白く、もうね微視線どこだか分かんないですね。お尻の穴もねもう分かんなくなっちゃいましたね。もうこうなっちゃうと、あ、鳥だなーっていう感じなので、まあ、生後9日目と10日目のあの何とも言えない神秘的な姿、鳥の一生のうちで2日しかないっていうね、それがねお分かりいただけたと思います。くーちゃん呼んでる、よいしょ、うん、もうね目が見えるからね、うん、あ、歩いてる、うんち、うんち出る、うんちこっち、こっち、もう歩いてちゃった、危ない危ない、もう、はい、心おじちゃんが来ましたよ。ここたん、こんな大きくなっちゃったよ。誰って感じだよね。なんか、あ、寝てる、寝ちゃった、もうなんかめぐるんはもう両親からもういっぱいご飯ももらってるので、
ドスーンといつでもお腹がいっぱいな状態だからね。ちゃんもなんかもうあんまりここうん初恋してる。おじちゃんのはずくる、あーまた取ったここやべココちゃんさはずくろいが強い。なんか怒ってるね。心おじちゃん痛い。あー取っちゃった、ね、ひなちゃんさチョークしちゃダメなんだよここ。寝ちゃったの。起きた。なんかもう大物になる予感。どしっと構えてますね。ね。まあ、心たちを育てた記録も、まあ、動画インスタとかにはアップしてるのでちょっと時間が取れたらねそれを探してきて。あ首出た。かわいい。もう何してもかわいいね。このぐらいの時はね、まあ大きくなってもかわいいんだけどね。ここちゃん今日は大量バタです。はい、というわけで生後11日目の銀バトの日のめぐるちゃんでした。でめぐるちゃんの、お姉ちゃんね、テラスちゃん。テラスは生まれてから16日目で飛んでるので、うん、起きた。あと5日で飛ぶ？テラスは特別になんか早かった。もう普通は3週間はかかるので、飛ぶまでにね。16日目で飛んだ時にはもうほんとびっくりしたので、うわピーピー、うん、めぐれちゃんはどうかね、何日目で飛ぶかね、皆さんも予想をしてね成長をお楽しみいただければと思います。ちゃんと正面向いた。すごいめぐるちゃん、もう YouTuber になる素質十分。